フリードリヒ・フランツ2世は、メクレンブルク・シュベリーン大公国の大公。メクレンブルク・シュベリーン大公パウル・フリードリヒの長男。1823年2月28日、パウル・フリードリヒとその日であったプロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム3世の王女アレクサンドリーネの間に第一子として、ルートビヒスルストで生まれた。はじめは曽祖,祖父のフリードリヒ・フランツ1世の宮廷で、育てられた。 1837年に父が大公位を継ぐと、彼ははじめドレスデンで、ついでボンで学んだ。オランダ・イタリア旅行中の1842年に、父が倒れたため急遽帰国し、3月7日の父の死去により、大公位についた。フリードリヒ・フランツ2世は1883年4月15日に、シュベリーンで死去し、長男のフリードリヒ・フランツ3世が大公位を継いだ。 フリードリヒ・フランツ2世は、生涯に3度結婚している。最初の日である、ロイスケ・ケストリッツ公使ハイン・リヒ63世の娘アウグステと1849年11月3日に、ルートビヒスルスとで結婚し、以下の5何日常を設けた。アウグステと死別した後の1864年7月4日、フリードリヒ・フランツ2世は、ヘッセン大公使カールの娘アンナとダルムスタットで、 結婚した。彼女との間には、以下の数目を設けた。アンネと死別すると、フリードリヒ・フランツ2世は1868年7月4日に、ルードルシュタットで、シュバルツルード公子アドルフの娘マリーと結婚した。最後の日であった彼女との間には、以下の三男数目を設けた。ありがとうございます。